レッツ時代、フレデリック・デショー・オン・ルイスは、アメリカ合衆国ミシシッピ州、ハッティズバーク出身のプロ野球選手。いとこに、元メジャーリーグ選手のマット・ロートンがいる。2000年の MLB ドラフトで、モントリオール・エクスポズから20巡目指名されるが、契約せず。2002年の MLB ドラフトで、サンフランシスコ・ジャイアンツから2巡目指名され契約。2006年にメジャーデビューを果たす。 わずか11打数に止まったが、打率4 5 5を記録した。2007年5月13日のコロラドロッキーズ戦でサイクルアンダーを達成した。メジャー通算16試合前での達成だった。また、この試合でメジャー初三塁打、初本塁打を打っている。メジャー初本塁打でサイクルアンダーを達成したのは、史上4人目、メジャー初三塁打、初本塁打で、 サイクルアンダーを達成したのは、1918年のクリフヒースコート以来89年ぶりの記録である。6月1日に初の満塁本塁打を打ち、7月4日に2本目の満塁本塁打を打った。ルーキーシーズンに満塁本塁打を2本打った、球団史上初の選手となった。この年はバリー・ボンズの現役最終年であり、ルイスはボンズに、 弟のように可愛がられていた。2008年は、レフトの定位置を獲得し133試合に出場し、リーグ2位体の113塁打を記録。9月12日に、右足つま先の手術を受けシーズンを終了した。2009年は122試合に出場したが、打率、258.4本塁が、20打点、8盗塁はいずれも前年を下回る数字であった。 2010年4月15日、トレードでトロントブルージェイズに移籍した。主に一番打者として活躍したが、シーズン終了後に年俸調停を申請されずノンテンダー FA となった。2011年1月10日にシンシナティレッツと1年契約を結んだ。81試合に出場したものの、8月31日に40人枠から外れた。2012年1月19日に、 クリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結んだ。しかし、3月28日に、クリスチャン・グーズマンと共に解雇された。4月25日に、ニューヨーク・メッツとマイナー契約を結び、9月3日にメジャーに昇格し18試合に出場した。12月11日に広島東洋カープとの契約に合意し、2013年1月29日に、 ミゲルソコロビッチと共に入団会見を行った。2013年のキャンプ初日の2月1日にインフルエンザに感染、2月5日に練習を再開した。オープン戦では2戦目の日本ハム戦でチーム第1号となるホームランを放った。3月23日のソフトバンク戦では1試合3、盗塁など随所で活躍を見せた。ところが開幕後は打撃不振に苦しみ、 ルイスは開幕第3戦目にして早くもスタメンを外れてしまった。その後も嘆き不振が続いたが4月28日の中日戦で初本塁打を含む世にあだと活躍し初のお立ち台に上がった。しかし5月25日に登録を抹消されてしまい、降格した二軍では打率372と好調を維持し6月14日に再び一軍登録された。 再登録後は、自身の瞬速を生かし主に一番、稀に五番といったクリーンナップを任されるなど、活躍したが8月17日に怪我から復帰した、ブラッド・イルドレッドの一軍昇格による、外国人枠の関係から再びに軍降格となり、ルイスはそのまま一軍に戻ることなくシーズンを終えた。シーズン終了後の周期キャンプには参加せず、アメリカへ帰国しその後退団することが報道され、 ルイスは12月2日に球団から正式な発表がないまま自由契約公示された。2014年は独立リーグアトランティックリーグのランカスター・バーンストーマーズと契約を結んだ。2015年もアトランティックリーグのサザンメリーランド・ブルークラブスと契約する。オフはドミニカ共和国のウィンターリーグに参加。2016年もブルークラブスでプレーするが8月21日に 解雇となる。身体能力が高く、高校時代には野球の他にバスケットボールやアメリカンフットボールの選手としても注目を浴びた。右投手に対してはメジャー通算で打率273を残している一方で、左投手に対しては同打率232と弱い。打席ではボールをよく見るタイプで子球が多い反面。 メジャー通算の三振率22.1%と三振も多い。ジャイアンツ時代には監督のブルース・ボーチーから長打力でも高い評価を得ていたが、パワーよりもメジャー通算53盗塁の瞬足を売りとしており、2008年にはリーグ2位の113塁打を記録している。一方でメジャー通算の盗塁成功率約69%と盗塁失敗が少なくない。 守備では主に左翼手として起用され、メジャー通算の守備率、976と失策は少なくないが、メジャー通算の DRS6、ザー0.3と守備指標では平均を上回る数値を残している。練習熱心で打撃刑事で多くの時間を費やすこともあった。5月20日の対ロッテ戦の4回表に、ロッテの先発の西野雄士が投じた6球目の ストライクゾーンギリギリの直球をストライクと判定されたことに決行し、ルイスはバットを放り投げ山地哲夫球心に対し暴言を吐いたため退場を宣告された。ありがとうございます。